と思います。それでは次に登場いたしますのは葛飾踊りの中からいくつかご披露させていただきたいと思います。三叉踊り、別名33の踊りの種類があるから三叉と名付けられたという説がございます。地域の風習であったり、また人々の生活、また他の芸能の良いところを三叉踊りに取り入れて数を増やしていったということでございます。次にご披露いたしますのは田植えの風景を描いております。田植え崩し、そして地域の神楽から振りを取っております。神楽崩し、そして、岩手が誇ります民謡南部よしゃれの振りを取っております。よしゃれ崩し、この3曲をご覧いただきます。Thank you.
ただきました。さて、次にご披露。